収容前の SCP-1901。アイテム番号 SCP-1901。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコルすべての SCP-1901-1 はサイト77の収容金庫室に収容されます。すべての SCP-1901 は黒い布に覆われ、実験時のみ取り外されます。影響を受けていると疑われる職員は監督研究員に即座に報告してください。SCP-1901 には区分けされた収容金庫室に収容され、研究担当職員は毎週精神鑑定を受けてください。SCP-1901に露出の兆候を示す職員は精神カウンセリングを受け、その後は直接露出しない異常人工物への規格に永久的に再配属されます。説明 SCP-1901 は様々な異常特性、準指定 SCP-1901-1。SCP-1901-2 を持ったおよそ49枚の段ボール全体を指します。すべての SCP-1901 には様々な有名人の画像が描かれています。それぞれの形状は絵の内容に大まかに関係しています。最高のペテン道具。という言葉がそれぞれ SCP-1901 に書かれています。人間対象が本当の性質の情報を与えられず SCP-1901-1 にさらされると、対象は SCP-1901 に描かれている人間と同一だと自覚します。対象は SCP-1901-1 からの動きまたは音声は報告しませんでした。この効果は対象が SCP-1901-1 と接触しようとするまで続き、その時点で影響はやみます。SCP-1901-1 を撮影した写真やビデオでも影響を受けます。対象は異常効果が止むと混乱または失望を表します。この種の露出波非長期効果だと判明しました。はじめ、すべての SCP-1901 には SCP-1901-1 と同一の効果を持つと考えられていました。しかし、集中的な実験により露出前に特定の IK を持った対象は、第2効果を起動させることが判明しました。影響を受けると、対象は SCP-1901-2 が表す人物と同一の姿をした3次元の人型を認知します。この効果は対象が SCP-1901-2 を見ることができる限り続きます。このように影響を受けているとき、SCP-1901-2 の人型は社会病室傾向と対象の完全な記憶能力を示します。SCP-1901-2 が作り出した人型は対象に SCP-1901-2 がしっかりと記録されるような地域に置くよう説得します。対象は SCP-1901-2 に変装できるよう彼らの服を使い、地元新聞社にその地域に有名人が現れる可能性があると報告します。対象が受け入れると、SCP-1901 の接触による効果はもはや消えません。数えきれないほどの SCP-1901-2 の記録が公になった後、対象に別の地域に連れて行くよう指示し、その協力に礼を言います。対象は通常 SCP-1901-2 の人型に対して前向きな記憶を報告します。1978、アメリカ、ニューメキシコ州で個人であるミュージシャンの、が多数目撃されたという報告の後、30の SCP-1901 が最初に発見されました。応援のエージェントが SCP-1901-1 の異常効果を確認するまで、最初に現場に到着したエージェントは目撃例を確認しました。最初の収容後、SCP-1901-1 はセーフとして格付けされました。1980音楽レーベルに配属されたエージェントは数人の従業員とアーティストが個人的な理由で SCP-1901 を利用している可能性があると報告しました。数人の SCP-1901 を使用した人間と SCP-1901-2 が交流されました。この調査で SCP-1901-2 の効果を明らかにした記録と1965年に遡って SCP-1901 が使用されていたことが判明しました。すべての異常人工物は収容され、関心のある人間はクラス A 記憶処理が施されました。1984、SCP-1901 はユークリッドに再格付けされました。ほい、音楽レーベルに関心のある、から回収した文書。とみえ。その考えは全くの当て外れじゃないかもしれない。結局、それがお前が長年知っていて、彼やすべて図書をしてきたやつだ。しかし、考えてほしい。お前はどれだけ彼と働いたか思い出せるか？はっきりしないだろ。リハにギグ、その間についても思い出せない。
俺たちの作品じゃない、相棒。してきたことはペテンだ。テープに嘘はない。すべて親って以来、どうやってマスターレコードに記録させたのかわからないんだ。思い出せるのは最も危なかった日、66年の自動車事故は本当にあった。パニックになって、バンドが燃え死ぬんじゃないか考えていた。俺たちが新入りだったから、誰もペテンについてわからなかった。葬式から一週間後、レミーは俺たちを紹介して、あのモデルを見せてくれた。慣れるまでひどく時間がかかった。お前以外誰も見てないところでリハして、ボール紙を切り抜いて遊んだ。誰かが賛辞を送るたびに、俺たちの指示通りに笑ってうなずいた。ああ、リハがダメだった時、最初のギグは悪夢のようだった。あれがステージ半ばで倒れた時、俺たちが全てだという考えはどっか行っちまった。なんて、俺たちは信仰がないんだ。変わらなかったがな。眺めるのに最高の場所を知りたいんだったら、ティムを訪ねるといいだろう。俺と取引した最初のペテンディーラーで、最高の一人だ。最初に彼のとこに行けばお前を多くのクズディーラーから救うだろう。気に食わなかったら、俺のことを言え、そしたら少しは割引するはずだ。生意気言えば機嫌を損ねるから、言葉には気をつけろ。最後にもう一つ。ペテンをお前の古くからのバンドメンバーのように扱うなよ。お前がしたこと以上のことは知らないからな。終わっちまうか、少なくとも寄り避けられなくなっちまう。幸運を、相棒。